能力 -3 の ECM アンテナ。能力 3D の ECM アンテナ。能力 -3、D、のイズムアンテナ群。能力 3D のイズムアンテナ。能力 3D のイズムアンテナ。能力 -3, ナ能力 3, ナ能力3は、海上自衛隊の電波探知妨害装置。電子戦支援と電子攻撃の機能を兼ね備え、ハム用護衛艦やヘリコプター搭載護衛艦に搭載されている。 メーカーは三菱電機。技術研究本部第四室は昭和50年度より水上艦用電波探知妨害装置の開発に着手していた。これは対艦ミサイル防御に対応した次世代の電子戦装置と位置づけられており昭和58年度に開発を完了した。しかし同期は受信装置だけでも5加工制と護衛艦に装備するには非常に大掛かりなシステムであった。 また10年に及ぶ開発期間のために、技術的に陳腐化した部分も多かったことから、そのまま装備化するのではなく、その技術的成果を採用することとなり、まずノールル -8 電波探知装置が、は、紛りより、装備化された後、ノールク -2 電波探知妨害装置が、混合型より装備化された。60DD では、日本電気製のノールル -8 電波探知装置と、共に、 富士通製のオルトマイナス3 b 電波妨害装置が搭載されて連接されていた。このことから、零産厨房で建造される新型護衛艦でも、当初は電波探知装置とオルトマイナス 3C 階級の電波妨害装置を連接して搭載する予定であった。しかし、海上爆料幹部技術部による製造指針策定作業の過程で、初版の事情によって、 富士通が離脱してしまった。これに対し、ノールク -2 のメーカーである三菱電機からイズム ECM 一体型の提案があり、結局はこれが採用されることになった。これによって開発されたのが本機である。システム取りまとめを三菱電機、また受信部を日本電機が担当しており、基本的にはノールク -2 の制御部、妨害部と ノールル -8 の受信部と統合したシステムとなっている。ワンマイコントロールによる自動運用を基本としており、対艦ミサイルに対処するため自動識別、自動妨害が可能となっている。特に新規技術もなく、ノールル -8 及びノールク -2 の反省事項を盛り込むことで大きな問題なく開発が進み、 ムラサメ型より装備化され、高波型にも搭載されるなど、第二世代 DD で標準的な装備となった。その後、デジタル化など、最新の信号処理技術を適用した能力、3D に発展し、これは平成19年度計画間から装備化された。受信系については、指向性アンテナを従来の回転式から固定式に変更し、従来のチャネルライズと受信機を、 デジタル化することで感度向上を図るとともに探知距離の延伸を実現している。また出雲型の能力 3D-1 では方向探知の方式を従来の振幅比較方式に対して位操作方式に変更し精度向上を図っている。朝日型の能力 3D-2 ではさらに妨害手法の追加やデジタル無線周波数メモリの機能性能の向上。 ECM アンテナの RCS 低減などの改正が施されている。また o p ス1や OCUC-24 ククなどと同様、電子計算機とコンソールを国産のカッツ計算機である OX-1 情報処理サブシステムに更新している。モガミ型の能力マイナス -3E は本型に搭載される o p ス2多機能レーダーとアンテナ部が共用化されており、 レーダーとアンテナを共有する EA は X バンドに限定される。ありがとうございます。